オローニ族は、コスタの族とも呼び、カリフォルニア周沿岸部の中部から北部にかけて住む、アメリカ先住民族である。18世紀に、スペイン人の探検隊や宣教師が到達した時、オローニ族は、サンフランシスコ湾からモントレー湾にかけて、及び、サリナスボンチの定地にかけての地域に住んでいた。当時彼らは、ペヌーティ第五族のウチウティ五族に属するオローニ諸母の、 様々な言語を話していた。オローニという術語は、コスタの族に代わって1970年代以来、彼らの子孫の集団の一部や大部分の民族学者、歴史学者、通俗文学の作家によって使用されてきた。植民地以前の時代において、オローニ族は50を超える土地所有集団に分かれており、自分たちを多特別されるひとまとまりの集団とは、みなしていなかった。 オローニ族はカリフォルニアの典型的な民族学的様式に従って狩猟、魚老、採集によって生活していた。これらの様々な集団の成員は親睦、婚姻、道具の交易などの必要に応じて互いに自由に交際し文化的行事に参加していた。オローニ族はククスを信仰していた。ゴールドラッシュ以前北カリフォルニアはメキシコ以北で 最も人口密度の多い地域であったが、1769年から1833年にかけてスペイン人によるカリフォルニア選挙はオローニ族の文化に影響を及ぼした。オローニ族の人口はこの時期に急激に減少した。現在のオローニ族は互いに地理的に離れた地域に住んでいる。それらの地域は全部ではないが大部分は本来の故郷である。 ムーエクマオローニトライブは、サンフランシスコベイエリア周辺の生員を持ち、サンロゼ、サンタクララ、サンフランシスコの伝道書のオローニ、コスタの族の子孫から構成される。オローニ、コスタノアンエセレンネーションは、ミッションさん、カルロスボロメオのラムゼンコスタのごと、エセレン語のワーから構成され、モントレーを中心とする。アマエコールムツン族は、モントレー湾の内陸にある、ミッションさん、 フアンバウティスタのムツン・コスタの後の和者の子孫である。ラムゼン語の別なグループの大半、ミッション3、カルロスの子孫、ポモナ、チノのコスタノアン・ラムゼン・カーメルトライブは現在は、南カリフォルニアに住んでいる。これらの団体、及びそれ以外の小さな集団は、それぞれ政府に民族としての認定を求めている。オロウニ族の踊り手、ミッション3のゼニテ、 オローニ族は村落に定住生活を行っていたが、ドングリや草の実などの季節の食料を集めるために一時的な移動を行った。オローニ族は、北はサンフランシスコ半島の北端から、南はビッグサーまで、西は太平洋岸から、東はディアブロ山脈までの間に居住していた。その広大な地域にはサンフランシスコ半島、 サンタクララ盆地、サンタクルーズ山地、モントレーベイエリア、および現在のアラメダ軍とサリナス盆地を含んでいた。スペイン人と接触する前は、オローニ族は約50の異なる民族、または部族の複雑な連合体を形成しており、各民族、または部族は50人から500人、平均して200人ほどから構成されていた。 50を超える異なるオロウニ族の部族と存落が記録に残っている。オロウニ族の村は互いに交易、通婚及び祭り、及び時には殺し合いの衝突によって関係を持っていた。文化的芸術として、カゴを編む、技能、季節ごとの祭りの踊り、女性の入れ墨、耳と鼻のピアスなどの飾りがあった。オロウニ族は主に狩猟採集によって生活しており、 ある意味では収穫者でもあった。原始的な農耕の一種が行われた。それは主に、年に一度古い植物を焼いて、より良い種が実るようにする、ということによっていた。あるいは、サンマテオ群の初期の探検者に向かって、オロうニ族がそう述べた。彼らが常食としていたのは、潰したどんぐり、はしばみ、層の種、層の実であった。それ以外の植物や、かったり罠で捕らえた。 小動物、魚や他の海産物も彼らの食生活に重要であった。これらの食料は古くは豊富であり、また注意深い作業を行うだけでなく、自然資源を積極的に管理することによって保たれていた。温和な気候に育つ動物には、灰色グマエルク、プロングホーンおよび鹿がいた。川にはサケ、パーチ、トゲウオが住む。鳥には多くのカモ、 カリ、カンムリウズラ、アメリカはシミミズク、ハシボソキツツキ、セジルコンゲラ、黄金比は、キバシカササギがいる。人々の食生活に最も重要だったのは水鳥で、網やお鳥を使って捕らえた。チョケチニョの伝統的な物語では、カモが食物として登場するし、フアン・クレスピは、旅行記の中で、カリの乾物に詰め物をしたものが、他のカリを捕らえるためのお鳥として使用されたと記す。 太平洋岸と湾内にはラッコ、クジラ、及びかつては何千頭ものカリフォルニアアシカがいた。実際アシカがあまりにも多かったために、クレスピによれば、やってきたスペイン人には、歩道のように見えたという。一般的に海岸、または谷沿いでは、オローニ族は、むしろやイグサを束ねて、直径1.8メートルから6メートルほどのドーム型の家を建てた。 レッドウッドの木が使える丘陵地では木製の枠にレッドウッドの樹皮を加えた新葉樹の家を建てた。村の主要な建物の一つであるスウェットロッジは地下の低いところに作られ壁は土星、屋根は土と育てできていた。オローニ族はいぐさで船を作り両側にブレードのついた貝を使って湾を航行した。一般的に男性は 暖かい時期には服を着なかった。寒い時期には動物の毛皮、または羽毛でできたマントを身につけた。女性は通常鹿川のエプロン、イグサ、または樹木の皮を灰で作ったスカートを着た。寒い日には女性も動物の毛皮のマントを着た。男性、女性ともネックレス、貝殻のビーズ、アワビのペンダント、貝とビーズをつけた骨、木製のイヤリングをつけた。 これらの飾りは、しばしば共同体の中における地位を示すものだった。考古学的に、紀元前4000年に遡る貝塚が残る。スタンガーによると、スペイン人との接触以前のカリフォルニアの貝塚の歴史は、紀元前4000年から、紀元前1000年までの早期ホライズン、紀元後600年までの中期ホライズン、1770年代までの晩期ホライズンに分けられる。 オローニ族は6世紀頃に北方からやってきて、それまで住んでいたほか、第五族の言語を話す民族にとって変わるか、または同化したと考える学者もある。最初にオローニ族が接触した西洋人は、スペインの探検家、セバスティアン・ビスカイノで、1602年12月に、現在のモントレイに到達した。モントレイの命名者もビスカイノである。しかし、 その後160年以上にわたって西洋人との接触はなかった。1769年にガスパルデ・ポルトラに引きられたスペインの探検隊がやってきた。この軍事的探検隊はフニペロセラの統率するフランシスコ海の伝道師を伴っていた。スペインの伝道師の目的は先住民にキリスト教をもたらすことにあった。スペインは軍事的に モントレーとサンフランシスコの2カ所に、プレシディオを築いた。また、伝道師は、オローニ族の地に7つのミッションを築いた。ミッション3、カルラスボロメオデカルメロ、ミッション3、フランシスコデアシス、ミッションサンタ、クララデアシス、ミッションサンタクルス、ミッションウエストラセニオーラデラ、ソレガード、ミッション3ホセ、ミッション3、フアンバウティスタである。これらのミッションに行った、オローニ族は、 ミッションインディアン、または、深海収者と呼ばれた。洗礼を受けた、オローニ族は、ミッションの周辺に移住したが、人口の集中によって伝染病の蔓延と、食糧難を引き起こした。このために、故郷へ逃げる者が現れたが、伝道師は、深海収者に、そして、最後の手段として、軍隊を使って逃亡者を連れ戻させた。逃亡とその連れ戻しによって伝染病は、 周辺地域に拡大した。ミッション時代には全部で8万1000人のインディアンが洗礼を受け、6万人が死亡した。死亡原因は複数あるが、最大の原因は天然痘、マシン、ジフテリアなどのヨーロッパからの伝染病に抵抗を持たなかったことにある。別な原因としては狩猟採集から急激に生活様式が変化したことにある。メキシコ独立後、 1834年にメキシコ政府はミッションを政治から切り離すように命じ、フランシスコ会によって管理されていた土地は再分配された。土地は大部分がメキシコ人のランチョ経営者のものとなり、オローニ族はランチョで労働者、またはバケーロになって働いた。1840年代からアメリカ合衆国からの移住者が産食を始め、最終的にカリフォルニアは、 アメリカ合衆国の一部になった。新しい移住者は、オローニ族に別の伝染病をもたらした。1852年には、オローニ族の人口は864人から1000人の間にまで減り、さらに減少し続けた。オローニ諸語の言語の最後の流暢な話者である、ラムゼン語話者、イザベラ・メドーズは1939年に死亡した。ラムゼン語、ムツン語、 処置旅行を復活させる運動が一部でなされている。コスタノアンは事象ではない。1769年頃、スペイン人の探検家や開拓者はこの土地の先住民の集団をまとめて、コステニオスと呼んでいた。その後、英語を話す開拓者がコステニオスを英語化して、コスタノアンという名前をつけた。長年にわたり、英語の記録では、コスタノアンと呼ばれてきた。 1960年代以降、オローニという名前が先住民の一部と一般的メディアで使われ、コスタノアンにとって変わった。オローニという言葉は、オルジャンというスペインのランチョに由来するのかもしれない。その場合、ペスカデロクリークに近い太平洋岸にある単独の集団を指す言葉であったことになる。テイシェーラは、オローニという言葉がミッションサンフランシスコの伝道書の記録。 バンクロフトのネイティブレイセズおよびベエリア訪問に関する1826から27年のフレデリック・ビーチーズ・ジャーナルの記事に見えるというミッションサンフランシスコの記録ではオロウニはオレオン、オルチョンズ、アルコンズのように異なった綴りで記されているしかしそれが一部族に由来する名前であるためすべての先住民がオロウニの名を受け入れているわけではない 一部の人はコスタの族の名を使い続けるか、新たに、ムーエクマの名を再生しようとしている。テイシェーラの主張によれば、オロウニの語は、歴史的には、ペスカデロクリークのランチョオルジャンに遡るが、1960年以降、一般的に用いられるようになった。この名前が本来指したものは、テイシェーラによれば、かつてサンマテオ軍一帯に存在した部族であり、ミリケンによれば、 太平洋岸のサングレゴリオクリークとペスカデロクリークの定地に住む部族の名に由来する。オローニという名前が有名になったのはフレデリック・ホールのサンノゼとその周辺の歴史にサンフランシスコからサンフランバーティスタミッションに至る。この大バレーを放浪するインディアンの部族はオローニ、またはであるという記述によるところが大きい。コスタのまたは オロうにに代わる2種類の名称が知名度を得てきている。北部のムーエクマとムツン族のアマである。ムーエクマは先住民の言語である、チョチェニョ語及びタミエン語で彼ら自身を指す言葉であり、アマはムツンの人々を指す先住民の言葉である。現在、部族としての認可を求めている集団としては、ムツン、ムーエクマおろうにトライブなどがある。エセレンネーションも、 事故、オロうに、コスタの族と規定しているが、ただし彼らは、歴史的には、南部コスタの子の他に、全く異なるほか、第五族に属する SLN 号を使用していた。先住民問題局に認可を求めて継承中の、オロうに部族には、以下がある。オロうに、コスタの族の人口の変遷西洋人との接触前の七百六十九年の人口に、関する公表された推計は、 7000人とするものからサリナス族を含めて2万6000人というものまでの幅がある。カリフォルニア州全体の先住民族の人口でもそうだが歴史学者によって推計人口に大きな違いがある。しかし現代の研究者はアメリカ合衆国の人類学者アルフレッド・エル・クローバーによるオロうコスタの族の人口7000人という見積もりが低すぎたと考えている。 リチャード・レビラ、より新しい研究者は1万人ないしそれ以上の、おロう族がいたと考えている。公開されたうちで、最も人口を多く見積もるのは、シャーバーン・ F ・クックで、北部ミッションエリアに、おロう族とサリナス族合わせて2万6千人が、あったと結論付けた。クックによれば、北部ミッションエリアとは、サンフランシスコとサリナス川上流の間の、 オローニ族とサリナス族が住んでいる地域を指す。便宜上、チュマシュ族の土地を犯すことになるが、三類ソ・スビスポ管轄地をこれに加えても良いという。クックのモデルでは、オローニ族の土地は、北部ミッションエリアの半分に当たる。しかし、オローニ族地域は、サリナス族の住む南部より、人口密度が高いことが知られている。クックによれば、湾岸地域のコスタの族の人口密度は1。 平方マイルあたり1.8人に近い。エセレン族は約1.3人。サリナス族はおそらくもっと低い。クック本人のことから、オローニ族の人口を約18,200人と推定することができるものの、クックは正確な数値を上げていない。1769年にスペイン人と接触した後、オローニ族の人口は急激に下降した。クックは、 没後に出版された著書、カリフォルニアインディアンの人口1769から1970の中で、カリフォルニア先住民族の人口が1769年から1900年の間に急速に下降したことを記述している。クックによれば、危機が明白になるまで人口数値の調査が行われることはなかった。1848年以前に、元の人口の 約10%にまで落ち込んだ。1900年以降は人口に大きな変化は見られず、2005年現在少なくとも1400人の部族会員数がある。オローニ族のご族は通常、コスタのご族と呼ばれるが、オローニご族と呼ばれることもある。コスタのご族は仮説段階のご族であるペヌーティ大ご族に属し、ウティご族を形成する。最近の研究では、コスタの書も、 ミオクシ書語、四駆五族が、それぞれ単一の欲うて語族の中の一語派である、可能性がある。コスタの語族は、八つの方言、または、言語から構成される、アワスワス語、ジャロン語、チョチェニョ語、カルキン語、ムツン語、ラマイトゥシュ語、ラムゼン語、タミエン語。ありがとうございます。